6月17日木曜日の全国の天気をお伝えします。東日本を中心に大気の状態が不安定となりそうです。まずは予想天気図です。梅雨前線は南に下がるため、西日本は広く日差しが期待できます。東日本は急な雨に要注意。北日本、広い範囲で日差しが届くのですが、太平洋側は湿った空気の影響により、雲が広がりやすくなりそうです。では詳しいお天気の分布予想です。北日本は朝から日本海側を中心に晴れる予想です。関東は前日からの雨が朝も残りそうです。その後一旦晴れても日中はにわか雨に要注意。午後になると広い範囲でざっと雨の降る可能性があります。また西日本、こちらも午後は山沿いで急な雨や雷の恐れがあるためご注意ください。では最後に予想気温です。晴れるエリアを中心に気温が上がります。西日本は特にムシムシとした暑さになりそうです。関東や東北の太平洋側は日中の暑さは控えめとなりそうです。熱中症対策など万全に行ってお過ごしください。